お疲れ様です。今回はね納得できないことをやってみるということなんですけどもいやーなんかねいろんなところでねこれはまといてるなぁと思いながら今までやってきた奥義なんですけども、うん、なんかこの相談ごとを頂い,いてねで私なりに回答するんですよもちろん熟成さんとかそれから単なる視聴者さんとかさまざまなんですけどもそうするとねいやそれは違うと思うんですよって言われるんですよじゃあだったら何で相談してくるんだって話じゃないですかで 大体解決方法って、自分では納得できないことをやるから解決すると私は思うんですよね。そもそも納得できることをやってきて問題解決してないわけだから、本当にそうなのかなって懐疑的なものほどやってみる価値があると思うんですよ。まあ例えばね。そのプランクっていうその筋トレの方法があるんですよ。こうやって腕をね。こう地面につけて腕立てですよ。ここの腕のところでこうやってやってで全く動かない。こうパチッと動かないやつなんですよ。プランクそのまんまでやるんですよ。 で、私はそれまで腕体操をやるとこう筋力がつくって思ってたんでいやこんな格好だけで体を動かさなくてなんで筋肉つくんだろうと思ったんですけども実際やってみたら1分もしないうちに全身の筋肉がプルプルしてですねものすごい力がいるんですよそこで知ったんですよ。のの運動と正の運動動、とつまり動いて筋力をつける方法と全く動かないヨガのようにピタッと動いてないんだけども全身の筋肉をその動かない体勢を保つことによって消費するっていうね。 で、どっちもこれ筋力つくのとあとどっちの効果が出るかっていうのはそれまで歌手としでダメだった人はこうプランクをやればいいって話なんですよねそれからあのマウンテンクライングとかねあの山を登るようなこう足をかかッと動かすやつきついやつあるんですけどもあの自分が今まで選んでこなかった中に正解があるわけなんですよ。 まあだからこそあの相談っていうのは自分で考えて納得できる方を全部やったんだけどもどうもうまくいかないとじゃあ実績出てる人にちょっと聞いてみたら違う意見が聞けるかもしれないと思って違う意見がぶつけられたらそれはちょっと違うと思うんですよっていうふうに、ね、なっちゃう人とあなるほどさすがに違う意見を言ってくれたなよしそれを効果が出るまでやってみようかなっていうふうにやる人でこう分かれてくるのかなと思うんですよ。だから吉谷さんはね売れる人と売れない人の違いっていうことでお話しくだすってまさにその通りでこうお客さんってねやらないこととか 買わなないことの,そのプロフェッショナルなんですすよよいろんんな理由考えつくんですよでもこっちもプロですからいろんな理由をもう今までね見てきたんでその理由に対する対抗策つまり欧州和法を身につけていればもう既に断れなくなるってことなんですよねでまた連絡しますっていうのは最終的にはまた連絡しますって言ったらもうその後連絡来ないわけですよでもやっぱり自分のことを変えたいと思ったら自分が考えもしなかったようなそれはおかしいだろうみたいなもう究極がそういう 選択にまで手を伸ばしてくるるととというううなことにななこにんだろうなと思うんですよ、まあですんで素直な人っていうのはあの全く懐疑的な意見にもちゃんとね耳を傾けてそれを試してみるっていう人、まあ、それが結果が出る人なんだろうなと、うん、ずっと思ってますけどね、うん、やっぱりね納得できる方法だけで納得できる結果を得てないわけですから。 じゃ納得できないことをやって結果が証明するあなるほど意外な方法で抜け道があったんだなとかねやり込むべき価値があるもんだなとかね自分では絶対思いつかなかったしそんなこと言われて最初は本当かなと思ったけどやってみたら本当に良かったみたいなねそんなことがあるんじゃないかなと思、まあ、常にあのネオヒルズクラブに入ったら本当にそれ怪しいよ成功するのって言って手をつけなかった方はうまくいかないで実際にその商品買ってネオヒルズクラブに入ってそれでも会議できない方はやっぱうまくいかないですよね でももう本当にね、思考を提示して、1から10までピタッと同じようにやってみようと思って、納得できないけどやってみようってやったら、納得できる未来が待っていたということじゃないですかね。麻雀屋の親父がそうなったということですから、麻雀屋の親父が何をま迷ってね、パソコンで稼ぐみたいなこと言い出したんだって、もうそれは誰も納得できなかったですよね。そんなバカなと思ったけど、そんなバカな結果が出ましたございました